帰りの新幹線の時間があるので、時間は非常に限られていましたが、京都鉄道博物館に来ました。どうせ詳細に見る時間はないので、自分なりに歩いて映像に収めました。まずは新幹線のゼロ系電車です。これが1960年代、今から50年ほど前にデビューし、時速200キロ以上で営業運転を行っていたと思うと、もうこれはすごいことだと思います。全然ちゃう、こっちずっと乗りやすい。時代は感じさせますが、全く古さは感じさせません。次は食堂車です。厨房設備には時代を感じます。食事をとる食堂に時代は感じますが、逆に非常に味があって憧れを抱きます。動く列車の中でこんなところで食事がしてみたかった。蒸気機関車233号機です。日本国内で初めて量産された蒸気機関車だそうです。振り返れば500系新幹線の先頭車両などが展示されています。1800型蒸気機関車1801号機ですが、1800型になる前の40番が表示されています。その他にもいろいろな車両が展示されていることがわかります。51型ディーゼル機関車はよく知られたディーゼル機関車ですが、これは床下が見られます。普通は整備場でなければ見られないものでしょう。これは EF66 型電気機関車の35号機で、これも床下を見ることができます。しっかりと鉄道模型の心もくすぐるようにできています。外では雨の中でしたが、ちょうど蒸気機関車の入れ替えをやっていました。
蒸気機関車の横を現代の列車が走り過ぎていきます。車庫に入れるものとばかり思っていましたので、転車台の加速にそりゃ早すぎるだろうと心の中で突っ込みましたが、これはお客さんのために転車台を回して見せてくれているのでした。重いであろう蒸気機関車を乗せてあのスピードで回すことができるんですね。蒸気機関車を動かすだけでも音、煙、蒸気といろいろなものを感じることができます。そして蒸気機関車の汽笛の音はやはり何とも言えないものがあります。最後までご視聴くださりありがとうございました。